はい、トントンです。アメリカ買い付けですね。うちの酒井店長の方は行ってきましたんで、その中の、1本、入荷続々としております。こちら、ご存知の方、多いと思います。マリオ・マカフェリですね。マカフェリの、プラスチックギター、G の40かな、はい、こちらの販売といったところで非常にコンディション抜群ですね。ひび割れている部分も今のところ一つもない状態でございまして、こんな感じでネックもストレートのまっすぐな状態でございます。バック、ほら非常に綺麗でしょう。でペグも一個も欠けてないんですね。これがすごいということで、よくここが欠けやすいんですよ、このライン。僕も欠けてるの何本も見ておりますので、これはかなりのいいコンディションだと思います。しかもネックがほぼまっすぐな状態で、これ以上痛みつけたくない、歴史に残る一本ということで、今エレキ弦で、調整しました。まあ、軽くチューニングして、正直あまり弾いてもらいたくないぐらいのギターですね。まあ、エレキ弦ですよこれ。した時はアルゼンティーンの弦が張ってあって、サバレスですねの弦が張ってあったんですけど、それ若干ネックがこう起きるんですよ。そうするとこの辺が全然ビビってなかったんですけど、エレキ弦だとやっぱりそれが少し寝るので、少しこの潰れた音になりますよね。まあそこはご勘弁していただいて、でもこんだけハイフロットがねしっかり出るんで十分だと思います。十分楽しめるので、ぜひねこのままエレキ弦で使ってもらいたいななんてちょっと思ったりも、個人的にはします。なんせヘッドが無傷の状態でございますので、ということで、こちら G40 ですね。販売の方、頑張ったお値段で、いたしますので、お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。バイバイ。